采配批判。采配とは戦国時代大将が軍勢を指揮するために使った指揮具のことで、采配を振り動かして味方に合図を送ったことから采配を振るうといった言い方が生まれ、陣頭を取って指揮をするという意味になったといいます。プロ野球では監督がチームを指揮することを采配を振るうといい、それを選手が批判することを采配批判と言います。先日発売されたフライデーで無期限謹慎処分を受けた千葉ロッテ生田育弘の新たな記事が掲載され、不倫相手とのやり取りで井口監督の采配を批判していたと続報され話題に。そして清田以外にもかつて采配批判を行い自らのプロ野球人生を狂わせた男たちがいたんです。そこで一つの疑問が生じました。かつて采配批判をした選手はその後どうなったのか。というわけで今回の動画は采配批判をした選手を紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。山崎武史、オリックス時代の2004年4月28日の西武戦。この試合は山崎の地元である名古屋ドームで開催される予定だったため、山崎は何百人もの関係者を招待しており、当時の井原春樹監督にも前もって頑張りますんでスタメンで使ってくださいと直談判し了承を得ていました。山崎は前日の試合で2安打を放ち、これで試合に出れると自身のスタメン出場を確信。しかし当日になると山崎はまさかのベンチスタート。理由は前日の試合で負傷した当時のチームの顔、谷義朝を DH で起用したためでした。多くの知人を球場に呼んでいた山崎は、井原監督に激怒。僕の地元だし、2安打も打ったのに、それはないでしょうと、井原監督に直接怒りをぶちまけると、そんなもの俺が決めることだと返され、あまりの怒りに、すぐさま当時の中村 GM に、井原監督の解任を直訴。中村 GM に注意された井原監督は、山崎に、お前、GM に言うのはおかしいんじゃねえかと文句を言うと、山崎は、お前がおかしいんだろうと、返答。井原はそんな状態で野球なんてできないだろうと問いかけると、山崎はできませんねと答え、最後にバットを投げつけて試合途中に帰宅したとのことです。このことが采配批判、職場放棄とみなされ、翌日登録を抹消されました。そしてこのボイコット事件以降、山崎は何度も1軍2軍を行ったり来たり、9月にはチームを離れ地元の実家に戻り現役引退を決意したといいます。その後オリックスから戦力外通告を受け、野球をやめようとしていた矢先、この年球界再編により新たに誕生した東北楽天ゴールデンイーグルス初代監督田尾康氏から誘われ楽天に入団。楽天に入団後は長年4番打者としてチームを牽引、在籍7年間で191発のホームランを放ち、ミスターイーグルスと呼ばれました。金村悟。2006年9月24日の対ロッテ戦、この時金村は5年連続2桁勝利と6年連続規定投球回到達の記録がかかっていました。しかし立ち上がりから投球が安定せず、日本ハーム3点リードの4対1で迎えた5回裏に西満塁のピンチを迎えると、当時のヒルマン監督に交代を命じられました。金村はその後登板予定がなかったため結局9勝、投球回数134回3分の2が確定し記録が途切れてしまったんです。そして試合後、金村は途中降板させられたことについて、外国人の監督は個人の記録なんてどうでもいいんじゃない、絶対に許さない、顔も見たくないとヒルマン監督の采配を激しく批判。これを受けて球団は出場選手登録抹消、翌日のチーム練習参加禁止、罰金200万円、プレーオフ終了までの出場停止という厳しい処分を下しました。金村は冷静になると事の重大さに気づき、泣きながら先輩に電話し叱咤激励を受けたといいます。その後金村はヒルマン監督をはじめとする選手首脳陣に謝罪、謝罪を受けてヒルマン監督は、君の急所がなければ我々はこの位置にいられなかったと金村に温かい言葉を送ったといいます。そして復帰戦となった日本シリーズ第4戦、マウンドに上がると各方面を向き5度頭を下げました。この試合金村は気迫あふれるピッチングで好投、無失点で迎えた5回2アウト、ヒルマン監督がマウンドに向かい金村を激励、見事に後続を断ち勝ち投手となりました。試合後のヒーローインタビューでは、全国のファンの皆様、この場をお借りして改めて謝罪したいと思います、本当にどうもすいませんでしたと深々と頭を下げ、インタビュー終了後にヒルマン監督と熱い抱擁。そして翌日チームは第5戦にも勝利、見事に44年ぶりの日本一となりました。その後金村は2008年から阪神に移籍、現在は阪神の一軍投手コーチを務めています。トッド・リンデ。2009年10月10日の日本ハム戦でスタメン落ちし、6点をリードされた9回に代打で起用されたことに腹を立て、シックスランホームランを打てということかと野村監督の采配を批判。
橋上ヘッドに対してもクレイジーと侮辱し登録を抹消されました。再登録まで最短で10日間、したがって10月16日から始まるクライマックスシリーズ第1ステージには出場できなくなりましたが、21日から始まる第2ステージに出場できる可能性は残されていたため、同13日リンデンは野村監督に謝罪するも、 T シャツに短パン、サンダルという服装に加え態度の悪さから余計に反感を買い、野村監督は謝罪を拒否。そして第2ステージ進出決定直後の同19日、リンデンはスーツ姿で再度謝罪に訪れると、野村監督は謝罪を受け入れ、リンデンを許し第2ステージからスタメンで復帰しました。しかし翌年は自身の不振トラブルなどもあり解雇となりました。中村典弘、2012年8月15日の阪神戦、自身の打席中に2投を決めた内村をバッターのことも考えろとベンチで注意、盗塁の判断を選手に委ねるグリーンライトの権利を内村に与えていた当時の DeNA 中畑清監督はこれを采配批判と受け取り、中村を厳しく叱責。そして翌日の試合で右肘痛を訴え、試合途中にベンチ裏に姿を消したことが造反とみなされ、18日に中村は選手登録を抹消されました。この行動に対して中村は、自分の打席動向じゃなかった、なんとか勝ちたいという思いからだったと意図を明かし、場所も言い方も気をつけないといけなかった、言い過ぎたと思うと反省の言葉を並べました。そして再び一軍昇格後は勝負強い打撃でチームを牽引。しかし2年後の2014年5月6日の巨人戦、8回無視1塁で迎えた打席で、1塁走者梶谷隆之がバッテリーを錯乱しようとスタートを切る構えを見せ、中村はサードゴロのゲッツーに終わります。そして試合後、中村はコーチに、自分の打席では場面によっては走者を動かさず打席に集中させてほしいと相談。走者の梶谷にはグリーンライトが出ており、中畑監督はこれを采配批判と捉え一軍登録抹消。翌日、中畑監督は記者に、昨日の試合の中でチーム方針に従わない言動があった、それを許すとチームが機能していかなくなる、責任者として処置を取るのは当然と話しました。東京ドームに荷物を取りに来た中村は、相談しただけで批判のつもりは全くないと弁明。しかしこれ以降は一度も一軍に昇格することなく、10月3日に戦力外通告を受けました。清田育博、2021年1月22日のフライデーによると、清田は不倫相手の A 子さんとの LINE で采配批判とも受け取れる内容を送っていたとのことです。その LINE のやり取りを再現するとこんな感じです。このやり取りから情報をまとめると、ロッテ敗戦、清田スタメン、清田バント、清田代打交代、そしてこの4つの手がかりをもとにいつの試合なのかファンによってすでに特定されているらしいんです。清田が采配批判した試合は2020年7月3日の楽天戦ではないかと言われています。確かに4つの情報、ロッテ敗戦、清田スタメン、清田バント、清田代打交代、全く当てはまっていますね。すでに清田は無期限謹慎処分を受け、社会的制裁も受けていますが、今回の采配批判によって井口監督は何を思うですね。もし復帰したとしても茨の道になるのは間違いなさそうです。というわけで今回は采配批判を行った選手を紹介させていただきました。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。